待たれたでしょうか。信じてましたよ、帰ってくるって。お兄ちゃん、バオバさんはクアドリアンに逃れて爆発事故を免れました。お兄ちゃん、兄さんはどうやってあの事故を免れたのです？私はあの日地下道に逃れました。それはクアドリアンに続く島の反対側の隠し屋敷に続く地下道だと教えられました。しかし私たちはクアドリアンではなく潜水艦基地の方へ逃れたのです。そこから私はモーターボートで脱出しました。ですがその途中でおそらく転覆してしまったのでしょう。おそらくとは？申し訳ありません。トーヤは記憶障害があるのです。海で溺れた前後の記憶が曖昧なのです。ひょっとしてしばらくの間彼は自分が後宮バトラであることを忘れていた？その通りです。彼はあの日路上に倒れていました。彼女が私に気づくのがもう少し遅れていたら私は二度と目を覚まさなかったでしょう。跳ねたのは私ではないかと随分疑われた気もしますが。いや、それはもう謝りましたよ。
互いが作家として成功してから再会できたのも神様のおぼし召しでしょうね。当時の私は無名だったから取り継いでもらえなかった。そして私も兄も作家として有名になったからこうして巡り会えた。これも全て神様のおぼし召しだと思います。当時あなたが出版社を経由して私たちに面会を求めているという話は私たちのところへも届いておりました。伊藤育九郎の正体に気づいたファンが面会を求めているがお会いになりますかと。押しかけてくるファンもたくさんいらっしゃったでしょうからね。いちいちお会いにはなれなかったでしょう。いいえ、あなたの名前が後ろ宮エンジェだと担当者から連絡はありました。当時私はすでに当夜の本当の名は後ろ宮バトラであると気づいていましたのであなたと彼を面会させるべきではないかと思ったのです。私が断ったんです。今なんと。私があなたに会いたくないと断ったんです。トーヤは記憶障害だったとはすでに申し上げたと思います。それがある日。どうして私だと分かってて断ったんです。一人ぼっちの妹が孤独に押しつぶされそうになりながら生きているのをあなたは知っていたはずです。なのにどうしてその私があなたのもとへ訪れるのを拒まれたのですか。今となっては後悔しています。後悔って私の気持ちを考えたことはあるんですか。この数十年間人生のほとんどをどんな気持ちで私が過ごしてきたか。あなたにひどいことをしたと今は深く後悔しています。ですからあなたをあれからずっと探していました。あなたにとっても私にとってももっと早くに出会うべきでした。ならなぜあの時会ってくれなかったんですか。寿先生、先ほどもお話ししました通り彼は記憶障害を持っています。事故の後遺症です。それでも記憶は戻ったじゃありませんか。ええ、記憶は戻りました。ただそれでも後遺症は治りませんでした。私は後ろ宮バトラの記憶を持っています。ですがそれが自分のことと思えない。受け入れられないのです。自分のことと思えない。はい、確かに私は島を脱出した前後のことは今でも記憶があやふやです。しかしそれ以外のことはほとんどを思い出しました。例えばあなたが大事にしていたピンクの髪飾りは私が遊園地のゲームコーナーで取ってあげたものだとか。ええ、そうです。私の子供の頃の宝物です。今もこうしてハンドバッグの中に
大事にしまっています。他にもいろいろ、あなたがひじきが嫌いでお母さんを困らせていたことや、それを私のお皿に移してごまかそうとしたことや、他にも。そこまで覚えていて、どうして自分の記憶と思えないのですか。それが私の後遺症なのです。いくつもの病院を巡りましたが、どうにもなりませんでした。あなたにはわからないでしょう。ある日突然、知らない男の記憶が頭いっぱいに溢れ出すのがどれほど辛いことか。辛く恐ろしい日々でした。自分が知らぬ人間に頭の中を侵食されていくかのような。今日は明かりを消して眠ったら、自分という私はもう二度と目覚めず、明日の朝からは私の体を乗っ取った違う男が生活を始めるのではないか、そんな恐怖が数えきれぬほどの夜に私を苛み続けました。彼も何度かは、それが自分の正しい記憶であると受け入れようと努力したのです。自分は後ろ宮バトラであると何度も念じ続けました。ですが、ダメだった。私は私、八条東也なんです。頭の中にどれほど後ろ宮バトラの記憶が溢れようとも、それは私には他人の記憶なんです。私には後ろ宮バトラを受け入れることはできなかったんです。彼はある日、自分と受け入れられぬもう一人の自分との板挟みに発作的に、運よく一命を取り留めましたが、その時の怪我から車椅子で生活せざるを得ない体に。そんなことが。それでも彼は戦ったのです。自分の中に後ろ宮バトラがいる以上、あなたに会うのがその義務ではないか。そう思い、彼は何度も二人の自分の狭間で戦ったのです。それでも私はいつかあなたに会わなければならないと思っていました。正直なところ、私は昨夜一睡もできませんでした。あなたに会うことが恐ろしかった。あなたと会うことで私は死ぬのではないか、そう怯えたのです。しかし私は今ここにいて、あなたとこうして普通に会話をしています。だから後悔しているのです。もっと早く私はあなたに会っておけば、あなたも私の中の後ろ宮バトラも、こんなにも長い年月苦しまなくて済んだだろうと思うと、それが申し訳なくて。
トーヤさん、どうかお顔を上げてください。コトブキ先生。ありがとう。ずいぶん苦しまれたのでしょうね。本当にありがとう、トーヤ先生。ありがとう兄さん、今日は無理をしてここまで来てくれてありがとう。トーヤ先生、最後にもう一度だけお会いしてくださいませんか。どうしても先生をご案内したい場所があるんです。ええ、いいです。とも、おや、これは素敵な催しですね。そういえば先生は小説の他にもいろいろとご活躍でいらっしゃいましたね。その日にもう一度だけお時間をくださいませんか。それで私も兄も納得すると思います。トーヤ先生も兄の記憶の重責から解放されていいと思います。予定は問題ないです。文庫の後書きさえ終わらせておけば。わかりました、ことぶき先生。ぜひお伺いさせてもらいます。ありがとう、トーヤ先生。立派ですね。福音の家、来るのは初めてですがよく知っています。後宮家が援助していた子供のための施設のはずです。育子先生、東野先生、本日は福音の家までようこそいらっしゃいました。